今ですね、出港しました。あちらに見えるのは大崎上島、そして今から向かうのは竹原です。山陽商船のフェリーに乗って今から竹原に向かいますが、このフェリーの中にですね、気になるポスターがあります。何のポスターかということなんですが、ご覧のように瀬戸内海穏やかな海なんですけども、密輸密航があるということで、海上保安庁のポスター、これが非常に目をつきますんで、皆さんにご紹介したいと思います。この中です。こんな感じでですね、客室はテレビが大音量で流れてるんですが、その横ですね、こちらのポスターです。密輸密航水際措置ということで、この顔なんですけども、どうしてもやはりこれご本人さんでした。